こんにちは、こんばんは、ひなたです。こんにちは、さていろです。モノルンです。モノルンっていきなり言われても。知ってます？はい、かわいいでしょ、私の子。え、産んだの？産んできた。すごいね。かわいい。体調の回復力、鬼だね。ということで、今日はですね、さとひろと二人で異色なデートをしていきたいと思います。いや、もう異色でしょ。帽子かぶってる時点ちょっと異色だけど、何に乗るんですか？今日は、東京モノレールに乗りたいと思います。はい、モノレールって口が回らない。だから駅員さんみたいな帽子なのね。皆さん、モノレール乗ったことありますか？ありますか？乗ったことある。2個乗ったことある。俺あんまないかも。はい、楽しめるよ。初だよ、結構。割と人生初かもしれない。きっと楽しめる。きっと楽しめる。ありがとうございます。で、今回乗る東京モノレールは、都心から羽田空港まで最短で13分で行けるってことで。13分なんかしかも、なんかすっごい景色がいいみたいで、で、なんかアップダウンもあるから、13分間ジェットコースター的なね。なるほどね。そういうこと、楽しみ方もあるということで、早速乗っていきたいと思います。はい。モノレールのモノマネします。これ口なしなんだって。ビニールに止まります。来た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 。それではモノレール来たので乗っていきたいと思います。乗っていきましょう。乗車車、すごい綺麗、めっちゃ、ね、何これ何これ、これこれ座れるんでしょ、これすごい、これさケースを入ってみて、入ってみて。いや、お姉さん、そこ荷物置き場ですよ。荷物置き場ですよ、それダメですから、それ。あ、すごくない、前ほら、早く行け、ほら、すごい、すごい、乗る、出発、動いた動いた動いた、すげえ、本当に一本だ、ほら、なんか見えるらしいよね。そう、東京タワーや、東京タワー、東京タワーやで、見てくださいよ、モデルが。あ、ごめん、クッションにしてしまったね。左側レインボーブリッジ、もう急がした。ちょっとどいて、ちょっとどいて。てか俺結構前がすごいんだけど。いや、すごい、しかも速いし、なんか速いね、結構ね。ここめっちゃ特等席じゃない。見て、前すごい、すごいよ、この光景。怖くない、怖くない、やばい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 、やばい、俺今カメラ2台持ちしてるからね、俺今。あのね、乗ってみなきゃ分かんないと思うけどね、めっちゃね、なんか怖い。高い。てか全然じゃない、電車とかと感覚が全く違うからさ、新感覚。なんかくしゃみ出そう。なんでだよ。あ、じゃあちょっと僕景色撮ってくるんで、さよなら。あ、あれはレインボーなブリッジですか、もしかして。あ、あれ、あ、見えた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 。結構、結構揺れる。あ、うちの子。いや、いつ産んだんだって言ってんだ。いや、綺麗ね、海も。空港快速だから今乗ってるのが止まんないんだよ。そうね。だからめっちゃなんかね、ちょっとポスターよ、ほんとに。ねー、今度旅行行くときこれ乗って行こう。行こう行こう行こう。ね、これだって飛行機乗る前にテンション上がるからね。飛行機でもテンション上がる。その前からさ、ジャブルできるんだ、これ。こういうのなくない？え、てか、真ん中に背中合わせってなくない？てか、景色見えるじゃん、この席なら。ほら。めっちゃ浸ってる。俺なんかすごい格好だと思うんだけど、俺の。の今日はちょっと曇りだけど、普段だったらこんな風景が見れます。まあ梅雨だからしゃあないけどね。夏とか楽しみだね、これ。車両基地が見えますよ。ほら。何？車両基地。いっぱいある。モノレールが。早い。早いね。チラルに早い。本当乗ってみて。ね、すごいね。やばいよ。あのお客さんがいるところではちょっとこうやって、ね、そうだね。はしゃぐのはダメですけど。ちょっとね、ちょっと今日は許して。今日して。あ、わあ、空港や。え、これは何？ダンジョンの入り口？期待ですね、これは。飛び出ると空港みたいで。ほら、光が、一点の光がだんだん大きくなって。出た瞬間の景色楽しみだね。いやいや、すごい、いや景色すごいな、本当に。バカや。あ、じゃあちょっと今からニューヨーク行ってみます。ダメ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 、行っちゃったらまずいでしょ。仲悪いみたい、仲悪いみたい。お、下り下り下り。迷惑な客だな。あ、映ってますよ、ほら、反射して。13分って乗り物ね、早いね。で、景色見てたらもう着いちゃうんだよ、終点、ね、電車とか乗ってたらまだかなまだかなって気になるやん、うん、全然気にならんもんね。東京に住んでるけど東京の知らないところいっぱい見るみたいな、うん、空港の裏側をちょっと見えた。
最高。彼女目線。これからお前と一緒に海を渡ろうと思ってる。ついてきてくれるか。降りるよ。着きました。着いたね。ここどこ。これから私たち沖縄行くんですよ。いつ決まったの。聞いてないけど。すごかったと思うんだけど。声裏返っちゃうぐらいすごい。毎日アップダウンだしさ、もう景色見えるしさ、僕はもうね、乗って帰ろう。ああ、行かない。はい、ということで今日はですね、東京モノレールでデッドポイントしてみました、はいはい、どうでした？いや、これもう一つのアトラクションだよね。そうね。速さと、景色と、スリルとワクワク感と、どうでした？私は天気がいい日にもう一回乗りたい。あ、ありだね。あり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 、うん、じゃあこれからちょっと二人でハワイに行ってみたい。行かないけどね。行かないけどね。行かないけど、ほんとすごい良かったので。すごかった。皆さんもぜひよかったら東京モノレール乗ってみてください。ほんともう一回乗った方がいいね、うん、はい、はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。